はい、皆さんこんにちは、レナです。今日はマーク・トラブンを散歩したいと思います。マーク・トラブンは私の地元です。私の両親が未だにここに住んでて、ドイツに来るときにいつもここの町に時間を過ごしてます。だいたいミュンヘンから電車で30分ぐらいの村です。でさっきレナさん町って言いましたけど村です。それは永遠のディスカッションになるんですけど1万3000人ぐらいはここに住んでます。そう、人口ね1万3000人。それは村かな。まあまあちっちゃいよ。で今日はちょっとあいにくの天気の中で散歩します。新しい車買ってみる？ここちなみに新しいというか中古屋さんだよ。そう、新車売ってません。ちなみに中古屋さんなんだけど、日本ではあんま見ることがないすごい古い車、これとかアウディの何か分かんないけど書いてあるんじゃない？卵みたいな。アウディ A2 です。 A2 今売ってないと思います。6,990ユーロ、だいたい金額はこのぐらい。安い。 A2 なんて日本で見たことないもん。これジャガーだけどね。一個買っとく？ジャガーを3990ユーロで買えるよ。値段安いね。4000ユーロ。まあでもドイツに住むんだったら1台ぐらい中古車必要なので。でもそんな古いのは嫌だよ。しかも絶対マニュアルだね。ああ絶対ドイツは基本的にマニュアルなので車が。そうそうそう。ここがちなみにマーク・トラブンの一つのメインストリートだよ。そうです、これです皆さん。メインストリートです。すっごい車少ないね今日は。鐘が鳴ってます。今12時45分で3回鳴ったのが、あ、じゃあ15分おきに15分おきのなるんじゃないかな。ドイツ人はちなみにこれぐらいの雨だと傘絶対にささないよ。そう、みんな今ね、僕たち2人以外誰も傘さしてない。そう、みんなだいたいフードかぶってやり過ごすみたいな。そう、でも日本人だったら10人中10人が傘を差すレベルの雨です。そうだよ、ほら傘差してない。わかる、誰も傘差してない。ここ青、赤になっちゃった。やば、早くして。あとマークとシュバーベンあるあるなんだけど、信号が青に変わってもすぐ赤に変わるんで。いやそれはあんまないよ。ここがマーク・トラブンの中心だよ。教会があって、市役所があって、あっちにマーケットプレイスがあって、もう本当にこれがマーク・トラブンですよ。あっちの奥のマーケットプレイスはね、夜イルミネーションとかあって綺麗になってる。これが市役所だよ。昔はお城だったけど今は市役所として使われている。ちなみに今日ちょうど雨だから分かりやすいんだけど、ドイツの日に雨降ると車ドロドロになります。ああそうだよ、もう巻き上げて車の後ろとか泥だらけになるから。うん、日本と全然違うんだよね。なんか一見綺麗に見えるんだけど、うん、これ泥だらけです、うん、だから車は毎日洗車しないとやばいぐらい。だから誰もしないよ。誰もしないね。しない。だドイツ来ると綺麗な車ってあんま走ってなくて、うん、だいたい泥だらけの車が走ってます。そうだよ。ドイツの救急車です。あっちが面白いよ。何これ、名物、名物マークシュバーベンの名物お家。そう、使えなくなったやつをつけたんじゃないね。なんかめんどくさそうだけど、スキーショップのオーナーかもしれないね。そうかな。お、右側ドイツの家っぽい感じの大豪邸だね、これすごくない？うん、ガレージ2個あって、いや1家族、うん、1家族だよ。うわすごい、庭も広いし、いい感じだよね。すごい大きな木も生えてて、マーク・トシュバーベンの大金持ちのお家かもしれない。あ、床屋ある。ちょっと見たい。日本と同じマークの床屋、これ本当だ。え、ドイツで初めて見たかもしれないよ。あ、このマーク。日本人オーナーかもよ。ちなみにドイツだとカットするといくらぐらいなんだろうね。洗ってカットしてセットして男性26ユーロ。あ、26ユーロ。じゃあ日本と同じか、日本より安いね。日本美容院行くと5000円ぐらい取られるからね。そうだね。うん。女性は？女性は長さによって31ユーロから41ユーロ。ああ、これ面白いね。長さによって値段が違うんだね。これ日本もそうだよ。日本はないよ。
そうだよ。え、あんの女性病院？もちろん。お、スキーショップあります。ちなみにマークトシュバーベンにはスキー場はないんだけど雪は降ります。まあそうだね。ハロー、ハロー。 Haben Sie Snowboards? Nur Ski? OK Danke schön。 スキーだけ？スノーボードないんだ。なんだろう、ドイツ人の人はスノーボードしないのかな。なんか日本とそんなにこのアウトドアショップとかは変わんない感じだね、お店は、うん、すっごい古い写真だけど、ここでバレエができる。あれらも通ってたの、このバレエ。私通ってないよ、知らなかったよ、これがあること。あれ、社長はでも昔さバレエやってなかったっけ。あ、ダンスか、ヒップホップダンス、うん、でもここマクチュアムじゃなくて違う町、村にやりました。あ、そうなの。じゃあ踊れるってこと。いや、じゃあどうぞ。3、2、1、どうぞ。はい、多分やってませんでしたこれ。お、なんか買ってくれる？買ってあげない。YouTube で自分で儲けて自分のお金で買うのが一番楽しいよ。いや、買い物は違う、違う。タカ、皆さんどうですか？タカが買ってくれるのが一番楽しいんですよ、皆さん。これ楽しいですか？うん。これがドイツの100円ショップみたい。え？ま、あ、全部100円じゃないし。え、じゃあ行ってみよう。なんか面白そうじゃん。クソなものも売ってるし。お、可愛くない？日本のダイソーとかと比べてどう違う？何これ？鳥かご？そう。鳥かご100円で売ってんだ。いや、8ユーロ。全然100円ショップじゃないじゃん。あ、本当だ、1ユーロとか2ユーロとか書いてある。もうかわいい。まあ当たり前で、こう見ると1ユーロとか4ユーロとか3ユーロとかいろんな値段の札が書いてあって、そこになんかドイツのユーロショップ、1ユーロショップ、日本のダイソーとどっちがクオリティが高いのか。ダイソー、まあでしょうね。ダイソーはクオリティが高いし安いし、ドイツの特徴はここにいくつかの国の値段が書いてあるよ。ドイツは1ユーロ、他のところは違う通貨があるからいくらいくら。あ、じゃあ日本だったら300円とか。日本に売ってないけどね。インドだったら500ルピーとか。いや、だいたいあのヨーロッパだから。でもヨーロッパでだいたいユーロでしょ。の、ちなみにさ、ドイツがユーロを使い始める前って何を使ったの？マーク。マーク、それは今でも使えるの？一応使えるわけないでしょ。マーク持ってる人はどうするの？ユーロに変えるとか、銀行で。それは、20年前の話なので、うん、もうどうしようもないと思う。じゃあ今は使えないんだ、マークは。使えません。ドイツはちなみにこういうふうにゴミ箱がいっぱいあります。これちょっとゴミ箱の捨て方がえげつない捨て方してるので、ね、あれはちょっとルール違反だよね。アマゾンで買ったものの段ボールをゴミ箱に捨てるってちょっとルール違反だけど。ちょっと、うん、でもあそこにもゴミ箱あるんだけど、街中にゴミ箱が本当にいっぱいあります。ここは日本と全然違うところ。あ、バンク、ミュンヘンバンク、あそこにレナさんはお金をしこたま持ってます。うん、そう、うん、そうなの。いや、ここは前回食べてた、そうだね、ベトナム料理かつ寿司屋です。マクトシュバーベン唯一のアジアン料理店。違うよ、アジアン料理店がもう2つ3つぐらいあるよ。ここね、ベトナム料理って書いてあるけどお寿司食べれるので、もし万が一日本人の方でマクトシュバーベンに観光に来る方がいる場合は。いないでしょ。ここのベトナム料理タカポルシェ来てみてください。お、マカン、真っ赤なマカン、真っ赤なマカン、かっこいいね、やっぱ真っ赤なマカン。真っ赤なマカンは親父ギャグ。違うよ。いや、親父ギャグ風にな感じがする。自分で恥ずかしい。そんなつもりなかったけど。それを親父ギャグって気づくのがもうすごいレベルに上がってきましたね、社長。そうだよ。これさっきあそこに教会があって、こうずっとメインストリート歩いていくと、もうほとんどお店はなくて住宅街です。マークトシュバーベンで家買ったらいくらぐらいなの？高いよ、だいぶ。高いです。うん、なんでかというと、そのミュンヘンまでのコネクションがいいから。あー、でも30分かかるよ。いや、20分しかかかんないよ。普通の電車でオスパンホフまで20分、急行に乗ると15分。あー、じゃあすごいいいか。でも20分に1本しかない。ダメだ、全然ダメだ。本数が少なすぎる。
あ、いい例がありました。さっき言ってたドイツの道ドロドロだからっていうのは本当にこういう風に車の後ろがねドロドロになるかな。こういうのがこのアウディも相当ドロドロだけどもう全部こんな感じになってる。ほら横とかもドロドロなんだよね。だからドイツでいい車買ってもねすぐドロドロになるから。そうです。お、来ました、シュバイガー。シュバイガーです。ここマークドシュバーベンで一番美味しいレストラン。あ、そうだよね。私もそう思います。中もおしゃれだし、一回動画撮ってるのでぜひ皆さん見てみてください。見てみてください。そう、ここに作ってるよ。シュバイガーはこのマークチュアーブン昔からビールを作ってる。ほら、あそこに見えるんだけどビールタンクみたいなのがあってここで作ってるんだよ。マークドシュバーベンに来たら絶対ここは行ってほしいね。トップ3に入るね。これ別に観光動画じゃないよ。マークドシュバーベンを日本人に押し出していこうっていう動画じゃなかったっけこれ。やばいよ。ここにパン屋があるよ。美味しい。ハジっていうパン屋。そう、2つあるんだけどこの町に。美味しい、あの中でも食べれるケーキとかもあるし、あとは持って帰って大きなパンとかも売ってる。その動画も見てみてくださいね。ちなみにさっきのシュバイガーのビール、ここ CM してるね。1516年から作ってる。だから500年ぐらいの歴史がある。違う、これはバイエルン州にそのビールをこれとこれとこれだけで作りましょうみたいな法律があるのが500年前から。ビールの作り方についての法律が決まったのが1516年。そう、だからこのマーク見つけたらシュバイガー、レナさんの地元のビールなんで皆さん飲んでみてください。シュバイガーあんまりないと思う。日本で売ってないかな。ほとんどないと思う。なんかすごいカラフルなストリートに入ってきましたね。何だろうね。ピンク、ピンク、黄色、青、ブルー。お、ここにねドゥナーケバブ。 Yes、 ドゥナーといったら日本でいうケバブです。ドイツのケバブね美味しいので。そう、めっちゃ美味しいよこれね。これドゥナー、これ見かけたら皆さん食べてみてください。ケバブです。ミューラー、あ、薬局、ちょっと買いたいものがある。あ、ドイツの薬局。うわ、見て、 5.25 ユーロ。そうだね、すっごいでっかいニベアのクリーム。こういうふうに食べ物も売ってるし、飲み物も売ってるし、で、お菓子とかも売ってるね。おもちゃとかも売ってる。ちなみにここ洗剤あるんだけどさ、うん、レノアとかさ、うん、アリエールとかさ、うん、俺日本のブランドだと思ったけど全然違うよ。海外なんだね。うん、海外だよ。しかもかなり大きい。そう、俺の顔って日本でトップクラスに大きいんだけど、そうだよ。それと比べてもだいぶでかい。そうだね、だいぶでかいってことこれで5ユーロとかだから安いよ。本当安いのかな。安いと思う。ここがドイツのガソリンスタンドだね。日本のセルフのガソリンスタンドとまあほとんど変わんないね。ガソリンは中で払わなきゃいけないだけでちょっと違う、日本と。 そうか。あと値段は今減ってきたよ。ディーゼル1リットルが 1.86 ユーロ。高いよ。 1.86 ユーロってことは200円超えてるからね。そうだよ、ディーゼル1リッター200円超えてるよ。うん、はい、ここがマークドシュバーベンで一番便利なスーパーマーケットです。違うよ、私ピッツ、私の家で一番便利なスーパーマーケットです。ドイツのスーパーと日本のスーパーはほとんど同じです。もうここに来れば何でも買えるので、皆さんマークドシュバーベンに来て何か困ったらエデカに来てください。何でも売ってます。もうおかしいよ。ちなみにビールもね、こっからこっちまで全部ビール、多分20種類ぐらいあると思います。帰ってきましたよ。これがマークチュアーブの終わりです。家はあっち。レナさんの家の後ろは牧場になってますので、牧場というか、まあ、あの馬が住んでるところと、こっちがね牧場の馬が住んでて、こっちはまあ農作物、うん、まあ、今冬だから何も作ってないけど。そう、はい、まあ、今から帰ります。このマークチュアーブの紹介が面白かったでしょうか。ぜひ教えてくださいね。もしマークチュアーブに来る方はコメント欄で連絡してください。おすすめスポットを教えます。まあ、今日もうこれ以上におすすめスポットが ほとんどないよ。今日の動画参考にしてぜひ
マークトシュバーベン1日観光してみてください。皆さんミュンヘンに行ってください。ミュンヘンの動画もたくさんありますので、それをチェックしてくださいね。ではこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。